さあそれではバクケイランの段違い平行棒をご覧いただきましょう。さあこの選手もすごい技を持ってますよ。はい、大技があります。さあ上場に行って、前方の車輪でスピードをつけて、さあこれだ、やった、ゲイロードです。バッケーランは世界で初めてこのゲイロードを成功させた選手です。あとは折りをどう決めるかですね。もう一つ離れ技が入ってますね。トカチェフです。高いトカチェフでした。伸身の2回宙返りより、ちょっと左足がこう、わずかに出てしまった。 9.80 です。 9.80 バッケーラン一つ